はい、どうも皆さん、お疲れ様です。コールオブデューティーモダンフォーエア2、ベータ版やっていきたいなと思います。今回使う銃はライトマシンガンで一番最後にアンロックされる、サーキン MG38 っていうね銃を使って戦っていきたいなと思います。これね、いやめちゃくちゃね軽機関銃らしい軽機関銃なんですけど、まあ、威力は高いんですけどちょっとブレるし、レートは高いと、まあ、本当に軽機関銃らしい軽機関銃だなという感じで撃ってて楽しい銃の一つですね。で、パーク構成の方が、いつも通りスカベンジャーにあとトラッカーかなに、SMG をマークするつけてきます。アルティメットがやられました。アルティメットに、コールドブラッド、ボーナスが、うわ、横。まあ、ハードラインと、コールドブラッドですね。来るか。よし。だそんなね、そんな来られても困っちゃうよ。軽機関銃が。後ろについた。そんな困り聞かないよ。軽機関銃がね、難しいマップが結構多いんですよね。なんでかっていうと、やっぱり印象的にね、角が多くて、ロングレンジがなかなか取れづらいというか、その風船がね、貫通はしねえか。よし、こっちから行こう。やめてー。で、フィールアップグレードとかマッチメージっていうやつが持ってきます。回復とかが早くなったりするフィールアップグレード。カバーするぜ相棒、慎重に戦おう。軽機関銃だからね、遭遇戦には弱いから。よし、見たか、これぞ軽機関銃よ。めっちゃ痛い。バトルイズが回復します。これで回復します。ドリルチャージホール、ドリルチャージ、ドリルチャージがねすごく使いやすくて、まあ、壁にこう貫通して、ダーハイに入中です。爆発が起きるっていう、ね、やつなんですけど、危ない、リスポンだよ、危ないよ、怖いな。よし、サブはね、このハンドガンをカービン化した、やつだけなんですけど。本当はね、ここはね、こういうところの場合は多分ショットガンオーバーキルでメイン武器もう一個持ってきて、ショットガン持ってきても面白かったかもしれないですけど。どうぞ。ナイス。ここから顔出してる。一人いたぞ、今。戻ってきたな、そいつがな。あ、なんとか倒した。なんとか倒したって感じでしたね。左側が熱いぞ。来るかな。ナイス。よし。ナイス。おい。よし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 。これ怖えな。またそこで待ってる。こいつじゃねえか、大丈夫か。いや、いそうだよ。UAV は。よし。我慢した勝ちでしたね。よし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 。待ってる。めっちゃ。めっちゃいた。さあ、まず巡航からいきましょう。さあ、どこだ。
そこだよ。しラッキーだ。そしてケアバケだ。さらにレーダー。了解、了解。マークを確認した。ケアパッケージを運ぶ。慎重にね。ケアパケ、ケアパケ取るまでは慎重に。SAE この辺にお願いします。ここでお願いします。バトルレージ使います。てーいやられた。ナイス UAV。ここ投げ物、ここは飛んでくるけど、スタンプ投げて反応ないね。ここ真ん中飛んできそうだけどな。来ないか、前出ちゃうか。よし、弾100発あるんだぜ、こっちはよ。一緒だぜやられたけど、まあね、いい試合でしたね。ただただ景気感じぶっ放してるだけでしたけど、まあこういう戦い方もできるよね。結構いろんな戦い方ができるなっていう印象ですね。まあうちのエンジャーとかね、景気感じ大好きなんで、まあ、いろんな戦い方をしてくるんで、どんな感じですかね。楽しみですけども。はい。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。